多層建て列車の例、箱根、江ノ島多層建て列車とは、ある列車が、始発駅から終着駅まで運転する間に、異なる、始発駅の列車あるいは異なる、終着駅の列車と相互に分割併合しながら、運転する列車を言う。建物の階層に例えて、二つの列車に分割される、ものを二階建て、三つに分割されるものを三階建ての、ように称す。 新幹線と並行在来線のような多層建て路線網やマックスのような車両自体が2階建ての列車を意味するものではない。多層建て列車の長所としては次のようなものがある。四線区へ乗り換えなしで直通運転が実施できるため乗客にとって乗り換えの手間、時間を節約できる。線路容量に余裕がない場合、複数の列車を統合することにより、 線路容量の有効活用を図ることができる。全校と同じ理由で乗務員の効率的運用を図ることができる。本線と支線で輸送量に差がある場合、編成の長さを増減することで輸送力の適正化を図ることができる。一方、次のような短所もある。列車系統と列車ダイヤの整合が困難。本線と 支線区の有効時間帯を合わせるのが困難である。分割併合のための校内作業が複雑となる。また、自動解決装置、自動連結装置を有していない車両については、連結や解決のための要因が必要になる。分割併合を行う駅で停車時間が増える。分割併合を行う駅では、誘導信号機などの設備が必要となる。 異常時の運転手配が複雑。閉結する列車が遅れた場合、その遅れが正常運転している列車にも波及してしまう。また、単独運転する場合は、乗務員の手配が必要となる。行き先の違う車両を閉結するため、駅や車内での旅客への案内が煩雑になり、乗客の車両乗り間違いの恐れがある。運転台付きの車両が増えるため、乗車定員が減る。 蒸気核端所もかることながら、車体図色や携帯、設備の異なる車両を混結する列車の場合もあり、見た目の統一感が損なわれてしまいかねない。特に非電格間で顕著であった。国鉄時代には、7から8列車が関係するような大規模なものも見られたが、新幹線の開業により、接続駅からの乗り換え連絡に改められたり準急、急行列車自体の減少などがあり、 その数を減らしていった。JR 発足後は一転して分割併合運用を前提とした装備を持つ車両が多数心臓されるようになり、ミニ新幹線による新材直通など積極的に支線区への直通を実施する例が見られる。以下の内の区間は複数の列車を並結運転している区間、二つの列車を並結運転している例である。 JR 原則として列車名のあるものについて示す。新幹線東北新幹線東北新幹線では多くの列車でミニ新幹線フル新幹線の2階建て列車を構成しているが、ここでは代表的な列車を列挙する。上越新幹線在来線の特急列車快速列車普通列車私鉄、小田急電鉄、西武鉄道東武鉄道名古屋鉄道3つの列車を 平結運転している例である。新幹線が開業する以前は、東北地方を中心に3階建て以上を組む列車も存在したが、新幹線開業に伴う急行列車を中心とする、優等列車の整理、廃止に伴いこうした列車は少なくなり、2011年3月11日を最後に、日本国内において定期運行の3階建て列車は存在しなくなった。 2012年3月時点における日本最後の定期運行の3階建て列車は1992年3月25日から2011年3月11日まで鹿児島本線、長崎本線の博多駅肥に山口駅間で並結運転を行っていたカモメ、緑・ハウステンボスである。この並結は1976年の長崎本線。 させぼ線電化に伴い運行を開始したカモメ、緑の2階建て列車が母体で、1992年にハウステンボスが運行を開始した際、博多駅廃棄駅間で緑に並結することになったことから、列車によっては3階建て列車を組むことになった。なお、従来通りのカモメ、緑の2階建て列車やカモメを書いた緑、 ハウステンボスの2階建て列車も存在したほか、2000年代に入るとハウステンボス編成を連結した緑がカモメと並結する場合も見られるようになった。車両は2000年3月10日までは485系、それ以降は783系が用いられていた。2011年3月12日のダイヤ改正でカモメが全列車単独運転となったことから、 現在は、緑、ハウステンボスの2階建て列車のみが存続している。2017年3月4日のダイヤ改正では、有明と平結を組む形で、カモめの2階建て列車が1年間だけ復活した。国鉄分割民営改善、JR 各社 JR 以外の私鉄分割する際の乗り間違いを防ぐために、以下の方法を用いるところもある。多層建て列車に似たケースとして、 一つの列車の一部編成を途中駅で増結、または解決することが挙げられるが、この場合は多層立て列車とはみなされない。一部編成の増解決も輸送力の調整法としてよく行われており、1960から80年代の東北地方の急行列車では多層立て列車と組み合わせての車両運用もよく見られた。しかし九百八十年代以降の新幹線、 開業や、それに伴う、優等列車の整備によりこうした列車は、急速に数を減らしていった。現在、JR グループの定期運転の優等列車で、多層立て列車を組みかつ一部編成の増解決を行う列車としては、特急、飛騨5号が挙げられる。特急、飛騨5号は、名古屋駅発であるが、岐阜駅で、大阪駅発の飛二25号を連結する。 高山駅で、ひ二25号を解決し、日田5号のみで終着のひだ古川駅に向かう。大阪駅大垣駅間で、ひ二25号に乗車し、ひだ古川駅まで行く場合はいずれも、車両の移動が必要となるが特急料金は直通するものとして計算される。また、上越新幹線では、マックス時において、増解決列車が存在していたが、 2013年3月16日より増解決する側の列車をマックスタ谷側に相性を変更したものの実質継続されている。2011年3月11日までは、潮風9.22号、緑23号も多層立て列車で一部編成の増解決を行う列車だったが、2011年3月12日のダイヤ改正により、潮風9.22号は、 松山駅発着となり、緑23号は、かもめとの並結がなくなったため、それぞれこのパターンからは外れた。2016年3月25日までは、岡山駅発宇和島駅行きの特急、潮風21号を並結。宇多津駅から松山駅間は7両で運転するが、松山駅で潮風の後ろ2両及び、石槌を解決し、3両で宇和島駅に向かう。 も、多層立て列車で一部編成の増解決を行う列車だったが、2016年3月26日のダイヤ改正により、潮風21号は松山駅発着となりのパターンからは外れた。欧州では国際列車が数多く運行されており、多層立て列車も多く存在する。例えばスイスのバーゼルにあるバーゼル SBB 駅はチューリヒ、オルテンベルン、 ドゥレモンの3方向からの感染が集結するとともに、それらがドイツやフランスに向けて散っていく位置にある。バーゼル SBB 駅で連結する列車の一例として、ベルリンバーゼルチューリッヒを結ぶベルリナー号とドレスデンバーゼルチューリッヒを結ぶセンパー号などがある。ありがとうございます。